さて外に出かけることにしたけど、いやー、なんせ今日はちょっとあいにくの天気だからな。雨ではなくなったけど、すごいもうなんかミストみたいな雨が、雨だねそれもミストみたいな雨が降ってるし、やっぱ取ったホテルがね激安ホテルだからね、なんせ2日泊まって100ドルしないっていう、だから1日50ドル以下の1日50ドル以下で泊まれる激安のところだから、まあね、ちょっとロケーション的にもね薄々気づいてはいたけどなかなかちょっとな、ロケーション的にもよろしくない。まあしょうがない。なんだこれ、こんななんかジムみたいなのある、雨ざらしでジム用具が、もう趣味の世界なのかな。さて、まあ特に何かこれといった目的があって歩いてるわけじゃないけど、ダウンタウンに本当は今日出ていろいろしようと思ったけど天気が悪いからダウンタウン出てもなーって思うけど、でもダウンタウン出ないと何もないでしょきっとって考えたら、ダウンタウン出た方がいいかな。なんか市電みたいなのがあるんですよ、ダウンタウンにつながってる。ただそれもやっぱりちょっとこのホステルからは遠いっていう、まあしょうがないね。多分真っ当に泊まるホテルの半額ぐらいで泊まってるから、まあ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 しょうがないねこればっかりは。でまずはその市電沿いに向かって歩いてって、きっと市電沿いまで出ればいろんなお店があると思うんで、できればねちょっと美味しいご飯でも食べたいんだけど、まあアメリカのご飯なんてね別に大したことないと思うんだけどね。でもテキサスはお肉が有名なんですって、肉食文化らしくて、いやなんか美味しいステーキとかがあるらしいんで、ちょっと食べてみたいなーなんて思ったり。多分きっと学校なんだろうね、なんかこの黄色いスクールバスターと親がいっぱいに迎えに来るっていう感じがもうなんかアメリカって感じ。これなんて小学校の時一回も迎えに来てもらったことないと思うな。じゃーん、電車通りまで出た。まあ歩けない距離ではないね、ちょっと遠いけど、まあこの電車に乗ればダウンタウンまでは軽々連れてってもらえる。ただいくらすんだろうこれ乗るの知らねえや。来ちゃったよ。これ何分に1回走るんだろう。あ、こっちがこっちで、あっちがあっちね。なるほど。はい、ということで無事乗りました。多分15分に1本ぐらいの間隔でこの路面電車来ますね。で、ティケット代が確か1ドル25セントとかそれぐらいだったと思うんですけど、各駅にちゃんと券売所がついてて、そこで買えるようになってました。買い方がわからなくて、なんかメキシコ人のお兄ちゃんと2人で、いや、これどうやって買うんだろうね、みたいな話をしてたら、多分どの駅にも係員みたいな人が立ってて、そのおじちゃんが使い方を教えてくれました。多分意味合いとしては、これ改札とかがないんで、多分無賃乗車を防止するために、各駅にああやって係員の人が常駐してて、まあ俺らちゃんと見てるぜってな感じで、あ、今一瞬窓通りましたけど、黄色いなんかレインパーカーみたいなの着た係員の人が、なんかいろいろ教えてくれたりとかしますね。で、今降りたのが、ここが一応中心部、ダウンタウンの中でも中心部になるところで降りてみました。今降りた駅の名前がメイン
メインランドがブラブラだったから、多分ここがヒューストンの核心地というか、うん、やっぱり十字に交差する形にこの市電も走ってるし、ここが一番中心部なんじゃないかな。確かにこうやって街並みを見る分にはなんか大きい街なのかなっていうのをこう感じさせてくれるけどなんか札幌みたい。すげえおしゃれな感じ。 JP モルガンだから証券会社なのかな。おしゃれだね。またしても迷ったけど、これが必殺1と言われる高さの JP モルガンチェスタワーなのかな。こんなところ入れんのかな。わわわ、なんかインターネットではここから見る景色が一番いいって書いてあったけど、こんななんかビジネスみたいなとこ入れんのかな。まあ言われるかなと思ったけど、やっぱりセキュリティでダメだって言われた。当てになんないな、インターネットに書いてあることも。なんか別のビルディングだったら多分大丈夫だからそっち行けって言われたけど、そこまでして別に上から見下ろさなくてもいいんだけどな、どうしようかな。確かにね、セキュリティって言われちゃうとね、なんか安全じゃなさそうな街だし、しょうがないなって思っちゃうはい、ということで今実は入ったこのお店ハンバーガー屋さんです。まあ夕食にハンバーガー食べようかなと思って入ったんですけど、ここに来るまでにそのスカイスクレーパーって、まあ北米で呼ばれるんですけど、その超高層ビルからヒューストンを見下ろしてやろうっていうことを考えてたんですけど、2件連続でまあお断りされて、でその後実はなんかだったらまあステーキでも食べるかと思ってステーキ屋さんに入ったんですけど、入店しても店員さん誰一人なんか席にも通してくれないし、声もかけてくれないし、なんか俺のことを見て見ぬふりされてるような感じで、なんだか気分悪いなと思って。ステーキ屋さんだからやっぱり値段も高いんですよ。何十ドルもするステーキを食べようと思ってるのに相手にもしてもらえないと思って出てきたところです。だから僕が東洋人で差別されているのか、それとも北米だからその自分のやってほしいこと、自分の意見みたいなのをガンガン通さないと誰もまあ助けてくれないというか声をかけてくれないっていうところがあるのか、本当はなんかもうハンバーガーなんてもう食いすぎて食べたくなかったんですけど、もうこういう開けたお店に来るしかとりあえず今の俺にはできないなと思って、このハンバーガー屋さんに入ったところですね。かといってこのハンバーガー屋さんが安いわけではなくて、多分20ドルぐらいしたんじゃなかったかなと思うんですけど、今日一日まあちょっとダウンタウン出て歩っていろいろやってみましたけど、今日一日ではなかなかちょっと楽しいっていう気分にはなれずに、この後宿に帰るっていう感じになりました。 Can I get the shop burger?And do they have a meal? Meal? No, everything's on separate. Okay. Cheese fries. And root beer. Small one, right? A small.いやー、すっかり夜になっちゃった。もうあんまりなんか安全じゃないような気がするから、もうさっさと帰ろう。